じゃあ続いて、はい、おー、あ、こいちゃん、あの小学校3年の時の、まあ、未だにちょっと忘れられへん話なんですけど、はい、僕家が団地やって、はい、その前にね公園があったんですよ、うん、そこに学校終わりでクラスメート 5,6 人で遊んでたら、うん、友達の一人が遠くを指さして捨ててこハッチやーって言うんですよ、うん、まあ、この捨ててこハッチっていうのは、はい、町の有名人で、はい、捨ててこを吐いて、はい、町をブラブラしてるおっさんがね、はい、僕の町におったんですよ、はい、それでそいつの指さす方向を見たら、はい、ほんまにね上に白い肌着着て、はい、捨ててこを吐いたおっさんが、はい、自転車乗ってブラ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 こっちに近寄ってくるんですよね、はい、で友達みんなビビって、はい、捨ててこハッチやー言うて逃げたんですよ、はい、木の陰に隠れたり、はい、団地の裏に隠れたりして、はい、でも実は僕捨ててこハッチっていうのを噂には聞いてたけど、はい、みんな初めてやったから嬉しなって僕逃げんかったんですよ。でみんな捕まったら仲間にされんでとか言うてたけど、僕は逃げへん、近くまでギリギリまで我慢するって言って待ってたんですよ、捨ててこハッチを。ほんなら何も知らんと捨ててこハッチね、近寄ってくるんですよ、だん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 近寄ってくるんですよ。ほんでめっちゃそこまで来てね、ほんなら捨ててこハッチってね、僕の親父やったんですよ。もうとりあえず捨ててこハッチやー言うて友達の逃げたんですけど、いまだにまさかですね、まさか、まさかですよ。そりゃもう逃げなしゃあないな。もうでも気づかないのが、家に帰ったらなぜかスラックス履きよるんですよ。上から吐きよるんです。だから僕親父が捨ててこハッチ知らんかったんですよ。町の有名人やったんや。町の有名人、悲しいですね。悲しいな、悲しいし恥ずかしいし、ね、いいですね、はいはい、いや今もう松本さんおったら滑らんなー言うてますよ。出てますか、うん、まあちょっとこの辺で、そうか、そういうこともあります。僕、まあ本当に、なんて言うんでしょう、芸人の脳みそが邪魔して面倒くさいことになる時ってよくあるというか、まあなんか先を想像してしまって、こうなんていうんですか、自分で首を絞めてしまうことがまあよくあるんですけど、ズームイン朝という番組があって、それ東京の方々は多分気づかないと思うんですけど、あれって結構ちょいちょい地方に飛ぶんですよね、うん、で、まあ、東京の全国ニュースがあって、じゃあここからは大阪のスタジオ、読売テレビから、でちょっとしばらくしたらまた、日テレに行って、でまたみたいな、それの大阪の司会を何年か前にやらせてもらってた時がありまして、で朝早うにこうやってたんですけど、まあちょいちょいこう日本テレビの方に行くから休憩になるんですよね、もうスタジオのちょっと横で、でぼーっとしてた、ほんだ、もうそろそろ、こっち来ますみたいな、この後阪神情報ですみたいな言うから、あ、わかりました言って、で女子アナの人2人と僕真ん中立って、日テレのそのね有名なアナウンサーさんがバーってニュース読んでるのをこうやってボーって見ながら、で秒数出てるんですよ。これ終わったら俺とこ来んねんなみたいな思って、ボーって朝やからこうしてたら、その時ちょうどマイケル・ジャクソンさんがお亡くなりになって、でそのニュースがあったんですけど、その時マイケル・ジャクソンさんと親交があった浅野ゆう子さんのコメントをいただいてます。で、あれと思ってパッて見たら、真っ青の画面に浅野ゆう子さんの、写真がパンと映って、本当に、昨日聞いた時は悲しかったです、聞いた時に本当に悲しすぎて家で一人2時間スリラーを踊りました、そういったコメントですってなったんですよ。僕も死ぬほど笑いそうになって、これは普通やったらいいんですけど、やっぱ芸人っていうかね、やっぱりわーっと想像してしまうんですよ、ぐわっていろんなこと、んで以上ですって言って、はいこっち来ますってなったんですよ。もうこんなんなってんのに、でも一応マイケルさんね、遠くの人ですからお腹になってるにしてもちょっと笑けるけど、悲しい気持ちもあるし、浅野さんはきっと仲いいから悲しいんやろ、でもただなんで2時間一人でスリラー踊ったんやろと思ったら、もうこっち画面僕映ってるんですけど、もううちもキュー握って、ほんでまあやってたんですけど、もう他の間もずっと笑けてくるんですよ。でなんで2時間踊るん、でもそれどういうこと、俺
俺今まで死んだ人が曲出してへんかったし踊ってるようなかったから踊れへんかっただけで、え、踊ってた人が死んだら俺も踊ったりすんのか、いやせえへんせえへんなんでとか思いながら阪神情報してるんですよ。もう全然まだ引っ張られて笑けてるんですよ。しかもえ、キーって悲しかってスリラー踊るってどういうことってなったら、まあ夜にねバー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 みたいな、まあ、家でみたいになって、はい、え、マイケルがテー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 デン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 やったんとかやったんやったん、え、電話切ってすぐにスリラーの CD 入れて、ほんで定位置になってこうやって泣きながらこうやったん、いやそれ分からへん、でもすぐにその手の届くところにスリラーの CD があったらええけど、多分そんなに仲ええ言うたってそんな機能までスリラー聞いてへんかったら多分そうですかそうですかどこにあるか分かんないな、すいませんけ、うん、久しぶりだからこれスリラーの中やけど開けたちゃうやつ入ってたとかやっと探し出してそういうのあるけど、もうええわ、でー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 やったとか、あとそれ一回踊ったやったら分かるんですけど2時間ってことはでんでんでれんでんでー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 、それ2時間やったんとか、しかもその毎回ピピピピやってた3回目ぐらいで多分でん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 、あ、押してなかったわとか泣いてるからちょっとちゃんと切ってなってないとかあったやろうしで泣いてる時はあ、もうそれだ、一度プログラム1にしてこれずっとこここのスリラーだけがエンドレスとか想像してきたら、もう阪神情報全然入ってけへんくてもう笑けてくるんですよ。しかもあとなんで2時間でやめたんっていういや、それはいいんですよ、浅野さん勝手にされたからいいんですけど、僕もそれやってる時も芸人のでバーって想像してしまうんですよ。なんで2時間でやめたんだ、なんで1時間じゃなくて3時間じゃなくてなんで2時間なみたいなと思ったらこうあ、こんな時間早寝ようとかこの振りの時にちょっと髪の毛の目線にいった、いや妄想やもん、そだからずっと下向いてる踊れたら多分朝まで踊ってたか分からんけど、これがあったからあ、こんな時間やったら寝ようとかなったんとか思ったら笑っけてきて、これはほんま辛かったなって、まあ、これは全部僕が悪いんですけどね、こういう想像してしまったという、こいつ悪いわ、それにあれはちょっと悪意あるね、悪意あるね、悪意はないです、生放送であれされたらほんま地獄です僕が悪いんですけどね、それは本当に浅野さんは何も悪くないですけど、2時間スリラー踊りました、はい、こっち戻ってきます、こんな時に戻すなよと思いましたよ、ね何スリラーなんやろね、確かにね、いやまあまあいろいろだからかなあるんですけど、まあやっぱ大丈夫でしょうか。さあまだまだ出てない人いますからね、あーよっしゃー、おーうわこれどうしよう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 、この場合はいきなり星ですか、これはもうやっぱりね、松本さんがえいや指名したいんじゃないですか、あーびっくりした自分ありですよ、うん、いや自分自分はちょっとやめときましょうかね、どうしようかな、どうしようかな、これきついな、俺行くわ、かっこいい、僕はちょっとジュニア、実はですね、はい、僕どうしても、うん、今日なんやったら一番がええなと思ってたんですよ、どうしても早くもう1分でも早く皆さんにちょっとお聞かせしたいちょっとお話がね、ありまして、いやまあこの世界いますと、さあいろんなタイプのスターの方々がおられますよね、その中でも僕衝撃を受けたのは、あれ2ヶ月ほど前ですけども、いい笑っていいと思うの、春の祭典があったんですよ、はいはい、僕も出させてもらっていろいろその月9チームとかいろんなドラマのチームで、我々あの笑っていいと思うチームでこういろいろゲームするわけですよ、ね、ほんならもうみんなもちろん真剣に一生懸命やるんですけど、さあ優勝はって言ったら
木村拓哉さん率いるチェンジ、うん、チェンジ、チェンジね、月9チームなんですよ。でやっぱりすごいなと、やっぱここで優勝しやるわと思ってたら優勝しました。さあさらにこのゲームに成功したら賞金200万かなんかは乗っかりますと。そのゲームっていうのがあのテーブルクロスにワイングラスがいっぱい置いてて、これをワイングラス落とさず引いたら賞金200万ですと。それまでがものすごい盛り上がってて、あれ生放送ですね、もう残り10秒なんですよ。ほんでもスタッフ全員もうこうやって早くしなさい早くしなさい言うて、ほんでも出てきてワイングラスうわ乗ってるテーブルクロス、もちろん木村拓哉さんがじゃあやりますと。で10秒前言ってるんですけど、木村拓哉さんも一切動かないんですよ。生放送10秒前ですよ。10、9、8、一切動かないんですよ。もうスタッフ全員うわーって言ってた。7、6、5、一切動かないんですよ。どうすんねんどうすんねんって、4、3ってなった時に初めてバッてテーブルクロス持ってふわーってやったらワイングラス一切動かず大成功ですよ。3、2、1であのテーブルクロスバー投げて、テーブルクロスがうわー舞う中番組バーン終わったんですよ。かっこいい。すごいなと、そんなもん我々ならもう銃でもうわーってガッシャーですよ。ガッシャーやからね、何よりもね。ほんでもテーブルクロスで最後吹いてるみたいな、それが3秒前まで一切動かず、3、2、1で待ってる中バーン終わったんですよ。すごいなー思ってて、昨日ですよ、昨日ね、僕はあの NHK で携帯大喜利っていう生放送の番組を、司会が今田耕司さんで、審査委員長が板尾創路さんでやってるんですよ。ほんでさあ番組最後に、審査委員長の、板尾創路さん、ここであの視聴者の皆さんに、一言お願いしますって言って、それが生放送7秒前なんですよ。ザザスタッフ全員しますって言ったら、伊藤さん7、6、5、もう全くもう全くの無表情でカメラがずーっと寄ってくるんですよ。5、4、3、2、1言って番組終わったんですよ。別に何にも気にしてないからね、正直一言の謝りもなく。でお疲れねって感じで。すごいですね。いやさすが板尾さん、はい、じゃあよかったよかった。さあこれでもう一人切り抜けましょう。素晴らしい。いやこれいいですよ、いいですよ。有吉君、はい、ちょっとまあ若い自分に、すごい可愛い女の子がいまして、はい、まあ、お酒を飲んでよく飲んでたんですよ、はい、で何回か飲んでるうちにその子がストリッパーだっていうことが分かったんです、はい、でその判明した時にはもうちょっと僕恋心を抱いてたんですよ、うん、でもストリッパーと聞いたらちょっとまあ器が小さいんですけど、ちょっとストリッパーとは付き合えないなって思ってたんです、はい、まあその子もその話を聞いて、そうだよねストリッパーだもんねなんていう悲しいちょっと話だったんですけど、ちょっとそこから数週間経ったらその子から電話かかってきて、ちょっと舞台を見に来てくださいっていう話だったんですよ。それであこれはストリッパーをやめて僕と付き合ってくれるんだなっていうふうに思ったんです。だからちょっと花束を持って最後終わったら楽屋に行って付き合ってくださいと告白しようと思ってたんですよ。でいざそのストリップ小屋に行ってショーが始まって彼女が出てきて踊ったんですよね一通り、うん、そしたらそこからあの司会者の人が出てきて、うん、まあ、よしこちゃんの今からおしっこ飲みましょうが始まりますっていうふうに
そういうショーが始まってで、吉子ちゃんの方からあのお客さんを選んでいただきますっていうことになりまして案の定僕選ばれました。案の定ですか。で舞台上がらされたんですけど、まあ、好きな女の子の裸なんでもうビンビンなわけですよ。で一切おしっこ出ずに育児らしって呼ばれて終わった悲しい恋の話。切ないよね。有吉君は番組の下ネタの範囲をガンガン広げていく。底辺をグイグイ広げてるよね一人で。ありがとうございます。それではいきます。おキムはここへ来て、まあ、短めにジュニア君が見てたら僕のことをいろいろネタにしてくれるというか、今もそうですけどピンクのポロシャツ着たまま電気屋行ってブルーかピンクどちらになさいます、ブルーなブルーに決まってるろ言って怒鳴ってたとか、はい、いろいろ言ってくれるんですけど、ね、まあ、ジュニアの失敗と言いますか、楽屋で冬前にハロゲンヒーター欲しいなって言ったんですよ僕が。ほな、うわありますよ兄さん、僕いりませんね、あ使ってないのがある、うん、なんでよね、もういやもう大失敗しましてアホですわ、なもう今の家も一軒家のとこの1階借りてるんですよ、上が大家で、ほんで和室で隙間風も入るし、なんかでも石油ストーブもタイマーもついてへんし臭なるし、ガスのファンヒーターもつなぐとこもないし、これどうしよう、あこれハロゲンヒーターや言って帰ったんですよ。ほんでタイマーもついてるしこれは抜く、今まま寝れるで思って布団入ったら明るくて寝れませんねそらせやろまあアホやな、まあ2秒で真っ赤っかだよ、なりましたあれ、寝室全部遮光カーテンしてて、ちょっとの光でも寝られへんのに赤を外に出せへんだけになってる、すごいっすね、頼る日やん、はあ、すごいっすね、あのね、なんか僕そんなね普段から、うん、怒ってばっかりじゃないんですよ、はいはいはい、なんか、はい、そういう目に合うんですよ、はい、うん、タケトもおったかな、みんなで日曜日の夜にちょっと何ていうのスパリゾートというかスーパー銭湯みたいなところに行こうって言って行ったんですよ、夜の10時半ぐらいだったかな、ほんで座敷がドーンってあってそこでご飯食べれて、ほんでお風呂入って、ほんでもう一回出てきてちょっとお酒なんか飲んだりして、ほんでサウナ入ったりみたいな、すごいこう楽しいね時間すごいですよ、まだ日曜の夜なんで、うん、人も少なかったんですよ、うんうん、ほんでうわ楽しかったなって結構長居して、うん、4時半ぐらい、ね、うん、さあ帰ろうかぼちぼち言って髪の毛綺麗に洗うて体も綺麗に洗うてさあ行こっかー言ってパッて出たら会計するカウンターがあるんですけど、その上に備え付けられてるエアコン、でっかいエアコンガッバー外して業者がそれブワー掃除してるんですよ、もう店員全員マスクしてるんですよ、洗いたてでその下で会計なんですよ、もうホコリがダマで、いやな、マジこれ一番先輩なんで、まあ、もちろん僕が出しますし、うん、僕が思いながらでもここで切れたら、うん、せっかく今日ずっと楽しかったのが、うん、その空気がぶち壊しやと思って、うん、俺も我慢しながらお金払ったんですよ、うん、ほんでさあ行こうと思って散歩ぐらい行ったんですけど、やっぱ我慢できへんってなって、うん、おーいってなって、うん、なんて綺麗に体洗って頭洗って、うん、最後に上からホコリ振りかけられなあかんねん、うん、言って、うん、っていうか店員がマスクせなあかんようなところで会計さすな、うんうんうん、そろそろ大変申し訳ございません、うん、いやマスク取れマスクっつったら、申し訳ちゃんと取れや何する戻せる感じの取り方してんねん言って二度と来るか言って
で帰って車乗って駐車券にハンコもらう忘れた言ってもう数分後にすぐ大事やもんな、ハンコをくださいそれは大事やもん、そこはハンコをください戻りたないな、戻りたないよ、これは。いやあの時はかっこ悪かった、もう真っ赤っかだったなあの時僕子供の頃ずっとあの家で十四松を飼ってまして鳥をすごいひなの時から餌付けをして可愛い十四松やったんですけど、もう本当に懐いてんのに、おかんが真っ裸で、まあおかんってそんなもんじゃないですか、真っ裸で風呂から出てくるじゃないですか、そのおかんが真っ裸で出てきた時だけめちゃめちゃ騒ぐんですよ。妹とかの時は騒げへんのに、おかんの時だけもうあの金網に当たりまくって、もう頭とかが血出てるんですよ。そう慣れてんのに、慣れてんのに、はい、半年もごっそ落ちてて、ほんでその獣医に連れて行ったら、なんかこれびっくりすることしたでしょ。いや、そんなんしませんって。するわけない。大抵のことはびっくりしません。ちっちゃい時は凍ってるし、家族の顔は知ってるんです。おかんも裸やなかったらちゃんと餌もらいに来よるんです。って言うて、なんかなって言うたんですけど、その後に僕がこう本をいろいろ読んで、鳥のことを読んだら、それ分かったんですけど、おかんの乳輪って異常にでかいんですよ、だからあの田んぼに吊るしてあるあの目玉のやつみたいに鳥が一番怖い模様なんですよ鳥類が一番怖いそれはおっしゃるの想像でしかないよ、想像でしかないけどそれ以外ないんですよ、それがねまだ2つですか、2つついてるわけですから、めちゃめちゃ怖いですよね、はい、ああそうだね、動物ってその辺はな、正直やから、正直ですからね、みんな普段餌もらおう、そうやな、いやあるもんやね、滑らない話ってね、ありますね、はい、こんなに滑らない話の連続でええんかなと思いますけど、もう滑ってみたいもんやね、ほんまに、ね、逆に、はい、はい、ほっしゃん、あ、はい、スカンクの匂いのあのスカンクが出すガスの数値を測ろうって言って、この後満を持してホッシャンが語るスカンクの話、滑らんな滑らんな滑らんな、コスタリカっていう中米ですね、中アメリカっていう、いわゆるもうジャングルで恐竜ジュラシックパークのモデルになったみたいな、その島に行ったんですけどロケで、で目的がスカンクの匂いのあのスカンクが出すガスの数値を測ろうって言って、地球上で一番臭いって言われてるらしいですよ、そうなんや、でそれを測ろうって言われてて、でまず野生のスカンクを捕まえなきゃいけないんで、いろいろ僕らも探したんですけど捕まらないと、でその現地の村の男たちにも頼んで、もし捕まえたら、教えてくれって言って、いろいろこういろんな方に声かけてたんですよ。な、捕まったっていう連絡がスタッフに入って、はい、その村に行ったんです。ほんならもうその村の男が男性陣、まあ、上半身裸で、もうそれ島なんで、あのジャングル入って捕まえたよ俺らって通訳を返してすごい嬉しそうに言ってくれるんで、俺こんだけで取りに行って誰捕まえたか分かる、絶対お前って言うぐらい臭いんですよ、もう一人だけもう目しばしばして誰捕まえたと思うって言うて、それぐらい臭いやつで、えそのスカンクはって僕らもう鼻ふさぎながらスカンクはって言ったら、あの村のどこどこっていう広場に置いてきたと、ジャングルの真ん中にあるこの広場に、あの村にはそれも持ってこられへんから、とんでもないから、そこに檻に入れて置いてきたから、で場所を教えてもらって、でいざあの行こうって車で行ったんです。でも遠くにこうジャングルの道抜けたら広場の中にポツンってカゴがあるんですよ。でこっからスタッフに完全防具着てください、あのET を捕まえに来た人がこう着てるような白い本当のやつで、でアメリカ製の防毒マスクです、毒に耐えれる軍で使うみたいな防毒マスクをつけて、で目に入ったらこれしばらく見えなくなるんでっ
ってきて、うん、でもし体の一部にもかかったらもう飛行機で帰れないですと、2週間ぐらい匂い取れないんで、飛行機に乗れないですから、世界一臭いねんもんな、気をつけてくださいって言われたんです。半径1キロに全部が匂い行くぐらいなんです、1回プシューで、でこんな数値測るやつ持って行ってくださいって言って、カメラさんもみんなでこう近づいていったんですよ。でこう檻をつっついたお尻向けてくるんですよね、うん、でしばらくやってたらちょっと中くらいのがプシャって出たんです。ほんでもううわーあかんって言って、あの100メートルぐらいそっから逃げて数値を見たら LO って出てるんです、うん、ほんでマスク外せない、これ何って言ったらレベルオーバーって言うんで、言ったらフランス体とかいろんな段階ある中で匂いでもう測れないっていうやつだったんですよ、そんでこういろいろわ臭かったなって言ったら、ホーレンっていう声が聞こえたんですよ、甲高いホーレンみたいな、ですぐ僕はコスタリカやからホーレンみたいに叫ぶ生き物ってホエザルっていうのがいるんですよ、これも1キロぐらいに聞こえるやつで、ホーレンホーレンって聞こえるから、バッて探したらジャングルのところにちっちゃい小屋があるんですよね、その裏手の木ぐらいで匂いするから、絶対ホエザルやーって走っていったら、その小屋からしかめっ面のババア出てきて、ほーらって吐いたんですよ、ゲロずっとだから、カルシウムで付いてたらぜひ笑う匂いが匂いっていないと思ってたんですけど、普通にまあ、最初とも、おお、去年ですね、まあ、地方で仕事があってちょっと時間空いたんですよ、うん、ほんで何しようかなって、映画でももしタイミングが合えばと思って調べたら、うん、公開された直後ぐらいのシン・ゴジラ、シン・ゴジラね、ジュニア大ヒット、シン・ゴジラぶっ飛び、ここまでの放送は三菱電機花王と、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。吉本100周年みたいなんで、まあ、でもお兄ちゃんはもうちょっと泣いてるんです、ね、おお、うん、去年ですね、まあ、地方で仕事があってちょっと時間空いたんですよ、うん、ほんで何しようかなって、映画でももしタイミングが合えばと思って調べたら、うん、公開された直後ぐらいのシン・ゴジラ、シン・ゴジラやってるから、あ時間も合うし、あええやんええやんって、まあ、地方のね、うん、映画館行ったんですよ、何の情報もなく公開されたとこやったんで行って、もうあのチケット3000円とかなんかなんですよ、高いね、高っ、うん、と思って入って、うん、ほんならそれね 4DX の劇場なんですよ、でもね、うん、シン・ゴジラ普通の 2D なんですよ、普通に別にゴジラが飛び出してくるわけでもないじゃないですか、 3D でもない、そのシン・ゴジラを飛び越えて 4DX で見せるんですよ、むちゃくちゃなんですよやってることが、その進化 2D をより臨場感ということで 3D、 その 3D をさらにということが 4D でしょ、ここすっ飛ばしてるんですよ、これ何やと。だからまあ言うたら便器の成長で言うと和式便器があって、うん、で洋式があって、うん、さらに洋式を心地よく座っていただくためにって言ってあったかくしたわけじゃないですか、うん、和式便器をあったかくしてるみたいな意味不明なことがね起こるんですよ。ゴジラが東京湾バーって出てきたら、別にスクリーンから出てくるわけじゃないんですよ、ゴジラバーって出てきたら水をファって顔にかけられるんですよ。でもペランペランのゴジラやんだよね、300人ぐらい全員がファって水かけられるんですよ、全員がなんすかこれみたいな感じになってるんですよ。それでもうこれ誰目線で見たらええか分かんないですよ、戦闘機がガーって上がっていく、ほんなら300人の人がうーんって上がるんですよ、あそれなんねや、ほんでミサイルダダ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 ッつって、この名もないちょい役の戦闘員に感情移入すんのと俺ら300人はと思ったらゴジラダダダダダダー背中撃たれる、ほんなら我々のシートがドゥ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 ってゴジラだよ俺らは、俺らはゴジラだ。カメラがワンショットでワンカットでずーっとパーンしていくんですよ。
かなりあれ時間かかったと思いますよ、かなり長いシーンをずーっとワンカットでパーンしていくのをカメラワークと一緒に300人ですがこう追いかけるんですよ。いやずーっと一緒やん。あのなんか山手線でたまにあるやつみたいなさ。おう、え、なんやこれ。竹野内豊さん出てきてテーブルダーン叩いたら300人の椅子がグイッってなる。え、なんやこれ。ボールペンゴロゴローンって転がったら300人全員がゴローンって。ボールペンの気持ちで、いろいろあって最終的に平泉成さんがバーって頭下げたら300人全員がグイッって。もうええわ、舐めてんな。もうええわ、見たいわちゃんとな。全然入ってこないですよ。何よそれ。いや、そういうことがあっちこっちで多分起きてますよ。絶対監督とか分かってない。分かってないです、分かってないです。はあ。分かりました。じゃあ吉井がね、もう本当に苦虫噛みつぶしたいや、本当心から笑いたいんですよ。でももうなんかずっとなんかブドウの味がするんですよ、口の中で。いいやん。まあまあいいやん。ブドウ嫌いなの？僕、ブドウ嫌いなんですよ。それは知らんわ。ブドウの味が知らん。それを先言って、順番間違えてるわ、じゃあ。おぉ、これはすごい。何連続で話したんすか？4連ちゃんは、かつて誰かほんまに、いや、初ちゃんは初めて4連チャン初めて。すごいすごいすごい。はあ、前半も僕めちゃくちゃ余裕でしたけどね。全然出えへんかったのに。すごいすごい、気にくるな。すごい確率やりますね。確変入ったな、これ4096分の1やった。ええー、確率。俺昔からそうなんすよね。いや、すごい。いいことです。さすが M1 チャンピオン。うん、何人やったっけ。3378分の1です。もうええわ。いつまで言うとんねん。何年前やねん。ストレスが溜まると、僕昔からニキビがすぐできたんですよ。辛いことがあったり嫌なことがあったりしたら、でもうニキビ一通りできてるから、もう最近は辛いことあってもできることないやろうと思ってのんびり構えとったら、この間ストレス感じて口内炎できたんです。内側から攻めてきた。内側から攻めてきたっていう話もあって。あ、これええやんか。いや、ちゃうやろそれは。コーナーできると思います。そうだったよな。わあ、つらい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 。じゃあ続いて。あ、僕ですか。先ほども申したんですけど、僕は USJ が好きで、ジュラシックパークというのがあるんですよ。はい、でこれはいわゆる急流滑りです。船に何人かで乗って、で最初はずーっと緩やかなこう川みたいなとこずーっといて、草食の恐竜がわーっていて、まあそれは全部可愛らしい恐竜がいてて、でそういうコーナーがあって建物の中に入るんですね。で建物の中に入ると、この船がカチ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 って上がっていく。上がってきたら次は建物の中、もう肉食のティラノサウルスやら何やら、あの辺がもう急にわーとか出てきて、わーとかなったり、わーってびっくりさすようなもう仕掛けが次から次へと来るんだ。でカチカチって上がりきって、次U をこう U ターンをこう切るんですね。で U ターンを切るあたりでちっちゃい恐竜が水をピュッてかけて、ちょっとかけて、あ、冷てっていうのがあって、そんなことをしてる間に冷てってちょっと拭ったと思ったら、船がガシャンって上がって、でっかいティラノサウルスが前からグワーってきて、次の瞬間この船がドーンって落ちるんです。で落ちる時に必ずこわばってる顔を撮ろうとし、カメラがティラノサウルスの下にあるのはもうコラムの何回もやってますから、僕はもう知ってて、もうカメラの位置も分かってん、知ってるんで、これはちょっとおちょけようと、ふざけようと、この落ちる時に変な写真撮ろうと思って、わーってなった時にガチャンっていった時に、身をこうやってわって横に乗り出したんです、船から。ちょっと危ない感じでやったんです。
そしたらビービーってセンサーが鳴って、船がガシャンってこの止まったんですよ。お客様お戻りくださいと、このまま落ちていったら危険ですから、危ないですからお戻りくださいと。でもその時にはもう船はもうこんな感じになってて、でこっちの方が危ないぞとこういうやり取りをしてたら、でももっとかわいそうなのが僕じゃなくて、僕の船の一個後ろの船に乗ってるサラリーマンのおっちゃん、ずっとちっちゃい距離に水かけられてるんですから、ね。なんかもう無駄に年イライラする感じね。拷問であるパターンよね。はあ、嫌がらせ。やだなそれ。この辺ばっかりやん。そうですよ。そうですね。結構前なんですけど、僕あのダウンタウンがまだ東京大阪をまあまあこう行ったり来たりしてるぐらいの頃やったんですけど、まあこれね正直僕結構スキャンダルを抱えてまして。この放送は Changes for the Better 三菱電機とご覧のスポンサーの提供でお送りします。この辺ばっかりやん。そうですね、結構前なんですけど、僕あのダウンタウンがまだ東京大阪をまあまあこう行ったり来たりしてるぐらいの頃やったんですけど、まあこれね正直僕結構スキャンダルを抱えてまして、でこれがバレたらもうちょっとうわもうシャレならんなみたいなことがあったんですよ。でもうバレたらどうしようみたいに思った時やったんです。で当時大阪でラジオをやってて、でそのまあまあまあそんなことも言うててもしょうがないから仕事は一生懸命やらなあかんわって車で自分で一人で運転して、あの忘れもしませんよ、占領下にあった毎日放送、はい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 、車でバー向かって、いやもうすぐ着くってなったら、その毎日放送の前で照明がバーってついて、カメラうわー、芸能レポーターが2人ぐらいでしたけどね、いるんですよ、あかん、あ、絶対あかんと思って降りちゃうやろな、降りちゃうやろなと思ってお願いしながらもこう運転して行ったら、もう止められて窓コン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 、はあ、最悪や、はい、もうちょっともう声も震え気味で、はい、でルイだけで何ですかって言ったら、はい、浜田さんにお子様が生まれたんです。おめでとうございました。いやーよかったですね。心から男の子ですか、こんな中で。残ってますよ。そうそう、あれどうしたの。痛い。いや、見たいな。ものすごいテンション高かったんですよ。あの V 見たいんですよね、僕も自分でね。いきます。前回大会でこれぞ滑らない話と言わしめた傑作がこちら。これね、もう小学校、はい、1年か2年、うん、かなり昔のことで。もうその頃のこと俺の中ではほとんどぼやけた記憶なんだけども、いまだに覚えてるのがあって、夏休み終わってすぐぐらいの時だけども、その頃仲の良かった島崎君っていうこと、森君っていうことで、この島崎君っていうのはまあ普通のちょっとお金持ちのちょっと背の高いぼーっとした子で、森君っていうのはお父さんいなくてお母さんがずっと働いてて、でいつもおばあちゃんと家にいるおばあちゃん子で、で3人でよく帰ることがあって、でその日学校終わって門を出てすぐぐらいの時に、その森君っていうのはちょっと天然パーマ系で、まあアフロまでいかないけども毛が濃くてちっちゃいアフロみたいな毛をしてる、その森君が急に俺の方向いて、あっ蜂蜂って言ったのよ、うん、たらジャーって音が聞こえて、なんか耳の横をふんって通ってたら、こんなでっかいスズメバチが横に来て、瞬間的に怖くて、俺わっバチってやったら当たって、はい、当たった、そのスズメバチが森君のこのミニアフロの上にポンって止まったんだよ。で森君がパニックになって、うわっ止まった、助けて助けてって言うんだけど、こっちも怖いから、そりゃそうですよね、助けようがないし、どうしていいか分かんないんだけども、本人はもう早く取って助けてって言ってて、二人ともどうしようかと思ったら、なんか体操服か給食の服みたいなのにいる、こういう白い着物の巾着、巾着のあれがあったから、しょうがないから、それでわーって言いながらその頭をこう叩いてた、二人でパン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 、そしたらそのスズメバチが
中にどん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 潜っていって、で痛いって森くんが言って刺されたどうしようって言い出して、でその時に森くんがあもうダメだねかけてかけてションベンかけてって言い出して、俺と島田くんは意味が分かんない、でまあ後々分かったことなんだけども、おばあちゃんに蜂に刺されたらションベンをつけとけって言われてたらしいの、それ俺らは分かんないからションベンかけてかけてってずっと必死に早くかけてションベンって言ってんだけど、どうしていいか分かんない、でも本人が言ってからかけようと思って、でその一応ポンこうやって出そうと思うんだけど全然もう出ないわけ、急にションベンってなるで、その叩きながら出そうとしてるけど出ない、たら校舎の方から先生がどっからすごいけどこっち走ってきてる、多分その校門の外で俺がとその島田君いじめをしてると思って泣いてるし叩いてるし、でそばまで来て何やってんだお前らって言われて、いや違うんです蜂が止まってかけてかけてってこっちも言ってること意味わかんない、でもそしたら島田君が小さい声であ出たって言い出してちょろ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 って音が聞こえてきて、でそこで出たらこの森君がかけてかけてって言っても島田君もぼーっとしてちょろ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 してるだけで、しまいにしょうがないから森君が自分で頭を持ってってこうやって塗り出したんです、で先生がおいやめろって言ってこう向けたら先生の方にジャーってかけてうわ来たねって先生が言って、でいやお前ら本当にいい加減だとダメだって言うんだけども、その森君が最後に何の意味で言ったのかよくわかんないんだけど、かけて先生もかけて大人の方が効くからさあ、3時間スペシャルでお送りしております、はい、だんだんこう時間もですね深くなってまいりました、はい、ということで、滑らないアダルトな話特集を皆さんにお届けしたいと思います、なるほど、ね、こっからがじゃあ大輔さんの出番です、待ってました待ってました、大輔ありがとうございます、大輔さんやっぱりそっちでしょうねそうですね、どっちかというとそっちです、はい、すいません、アダルトもちょっと眉を潜めるような話でございます、さあおおあどう、僕だ、最近の話で、はい、僕ジムに通ってるんですよ、でジム狭いジムで狭いシャワー室も2つしかないところでいつも60分ぐらい走るんですよ僕、で汗がびしょびしょになるから絶対にシャワーを浴びて出るんですけど2つしかないから時間も決まってるんですよ、1人15分までみたいな、まあ別に余裕だしその流すだけなんで、そうもういつも3分ぐらいで出るんですよ、でその時もシャワー浴びてたらタオルを忘れたことに気づいちゃって、でちょっと急いでこうなんか拭けるもんないかなって見たらドライヤーが1個だけ置いてあったんですよ、であこれなら乾かせるかもしれないと思って、で乾かし始めたんですよ、左腕からゆっくり、でも左腕だけで3分ぐらいもうかかるんですよ、で初めて15分が短いよと思って絶対に時間を守らなきゃいけないから、でも恐怖一番マックスにしてもずっと乾かして、でもう15分ぴったりぐらい、もうシャワーは2分ぐらい出たんですよその時で、もう13分ぐらいずっとやって、でぴったりで乾いたんですよ、でガチャって出たらおじさんが一人待ってて僕の頭見て、いや冗談だろって音だけ聞こえてるからドライヤーの音ずらっと冗談だろ独特なツッコミ、冗談だろって結構冗談だろって女子が入ってると思うな、とんでもない論議が出てくるかなと思ったらそれがパー出てきた、まあ、イライラしあったんかなちょっと一言言われてびっくりするわ、びっくり、ええツッコミ、ね、頭なら30秒やもんね、そうなんですよびっくりしましたね、よろしいんじゃないでしょうかね、さあ行きましょう、ではじゃあまたジュニアさんの話なんですけど、ジュニアさんって
あの多分皆さんのイメージしっかりしてる人のイメージあるじゃないですか。いやいやもちろん、はい、でも実は天然なんですよ、うん、ええー、あのルミネの合間にタケトちょっとハンバーグ食いに行こうっつってハンバーグ屋行ってあの付け合わせのじゃがいもに塩を振ろうとして用事振ってたんですよで、嘘だろうと思って、うんうんうん、でその後にちょっとブーツ見に行かないかっつって、うん、で洋服屋入って、うん、ブーツこう持って、うん、タケト、うん、お前こんなブーツ出たんか、うん、かっこええなって俺に言うんですけど、うんうん、その時そのブーツと全く同じの履いてるの、嘘だろうと思って、でですよ、うん、この前、うん、なんかね「ロビンソン・クルーズ」っていう本を全部読んだと、はい、これを俺が5分でお前に教えたろかっつって、うんうんうん、読むの面倒くさいだろっつって、うんうん、それで「何生きがってんだよ」って、まあ俺は心の中でちょっと思ってたんですけど「あでもまあ教えてください」っつって、はいはい、そうそう、でも完璧に教えてくれるんですよ、うん、で結構ややこしい話なんですよね、ロビンソン・クルーソーって、うんうん、あの何年にどこどこの国行ってどこへどこへ旅する話ですから、うんうん、それを完璧に5分で教えてくれたんですよ、うんうん、ですけど肝心のロビンソン・クルーソーをずっとトム・クルーズって言ってるんですよ主人公間違えてるのと思って一番手前間違えちゃってずっとやってるんですよでお前もう注意せず応援がしとったんやつでいやでも本気すぎるから注意できなかったんですよ、まあトラック似てるな、でもすごいなそうなんですよ、一応ロビンソン・クルーザーもクルーズしてますからこれ船で、だ混じっちゃったんだろうなと思っていやまあ気ぃつけな、怖いっすよ人間実はですか、実はです混じりっけなしです混じりっけなしいや、ほんま電話しながらこうやってあれあれへん言って電話探してたんですいやひどいっすよいよいよやな、いよいよ来ますね、出るなもう出すぎやでこれ来ますね、あのね、はい、芸人としてその芸人としても絶対それあかんやんみたいな人いるんですよ、はい、もうタイミング悪いもなんでそんなことなんねんみたいなね、もう世界の鍋やつの、うん、相方ジャリズム山下がもう全身それまみれなんですよまみれてる、はい、まみれてるな、楽屋の前のモニターでもうこいつぶっさいかな、もう何がええねんこいつとかで山下言うてる真横にその人のマネージャーが立ってたりとか、エレベーターで乗り張って「お疲れした」言って「全然おもんなかったなあいつ」チーンってもう一回開いたりとか、うわまみれてんな、なんなお前ってね、アメジャリチアラっていう雨上がり決死隊さんでジャリズム、我々ジャリ兄弟で東京で番組があったんですよ、その番組でサファリパークでキャンプをするっていうロケなんですよね、動物とかわーって出る中でテント張ってみたいな、そういうロケなんですけど、そのロケ日がたまたま山下の誕生日やったんですよ、ほんで演者我々山下以外の我々とスタッフとのドッキリで、うん、まあまあドッキリかまあまあそのプチドッキリ、その嫌なドッキリじゃなくて、うん、サプライズできる、そこの FM 局、その地域の FM 局にハガキを出して、はい、で DJ に頼んで、はいはい、あの誕生日おめでとう、めちゃくちゃいいじゃないですか、な最高やな、サプライズ、山下君ってなって、山下も、うん、はい、ほんで、はい、ハッピーバースデートゥーやーって流れてケーキが出てきたんですよ、はい、うわー言って、はい、ほんで山下それをテーブルがあるんで離れたところにそこまで持っていこうと、うん、で山下でそれケーキ持っていく時に、はい、暗いしつまずいて、うん、こけたら顔にぐちゃっとなるから気ぃつけなあかんでーって振りをね、言うたら芸人がケーキって食べてる場合でもないから、もう山下気ぃつけなあかんで、お前そういうとこあんねんから、お前ここいうとこでどじんねんから絶対にこけて顔面にぐちゃってなったらあかんよー言って、もうみんなが振るわけですよ、さすがのあの勘の鈍い山下も、あ振られてるっていうのはもちろん分かって、何言うてまんねんな、あんな分かってますよ、こんなもんこけたら顔にぐちゃってなってまうがなー言うて、ぐちゃーってなったんですよ、うん、でだから言うてやりましたー言うてパッて開けたらケーキがバタークリームでちょっとテカっただけやったうわー、芸人にバタークリームを出すスタッフもスタッフですよそれを引いてしまう山下なんですよ、山下さん、はい、分かるわー、ケーキ
がメリメリメリってなってちょっと手がただけって運命なんや運命運命やな。そうですね、そうや、そういう人って逃れられるんですね、まみれてる一緒にグアム行って向こうの現地の人がジェットスキー乗ろうって、はい、V が 4つ浮かんでて、はい、その周りを回ってくださいわー回ってたら山下おらへんなってパッて見たら、はい、1個の V の周りをくる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 回ってバターになっちゃうよやっぱバターつながりやなさっき の、 あの三松さん の、 あの話で思い出したんですけど、この間あのジュニアさんとお風呂屋さんに行ったんですね、うん、であのこう僕こっちで着替えててこうなんかこうカチャンって入れるあれあるじゃないですか、うん、で、うん、ジュニアさんこっちでこう着替えてはったんですね、うん、ほんで僕パンツ脱いで裸なんて入ろうかなと思ったぐらいに、うん、ジュニアさんがこうパンツこう下ろさはったんですよ、うんうんうん、ほんでちょうど この辺じゃないですか、ほんであ惜しいやと思ったら、うん、つって言うて、うん、アナログがスポッと開いてます結構仲間で見えましたよ、兄さんとって言うた痛いすいませんなんやねん、そんな話なんやねん、そんな話ミニミニ情報みたいなあん時中身見ましたよ見たことない奥ぐらいまで見えたからあんな開くんすかどういうことですか去年の夏にちょっとあの映画祭があって、はい、スイスの方に呼んでもらったんですよ、はい、この後松本人志今夜最初の滑らない話去年の夏にちょっとあの映画祭があって、はい、スイスの方に呼んでもらったんですよ、はい、でまあ夏やしなんかスイスでなんか楽しんちゃうかっていうことで映画祭もそうやしでもう家族で夏休みの旅行も兼ねていくかって、はい、まあもちろん自分の家族のことは自分でお金出しますけど、はい、でも嫁さんともう娘も連れて行こう、はい、でまあ映画のスタッフもまあ結構みんなで行ったんですよ、でスイスで聞こえな楽しいなって言ってで映画祭もなんか盛り上がってよかったよかったって言ってでまあ僕は東京で仕事があるのでまあ3泊でしたかねぐらいでも帰らなあかんかったんですよ、だからまあ大崎社長うちの社長夫人も来ててでなんかお孫さんも連れてきててでなんか大崎夫人がちょっと残りたいとでちょっとフランスに知り合いもいてでせっかくなんでちょっと遊んで行きたいってなってでうちの嫁さんも誘われたんで、はい、でうちの嫁もやっぱりこう女の人ってヨーロッパ好きでしょ、はい、で私もちょっと残りたいみたいになって、うん、もうええよと、うん、女娘と一緒に残ったらええがな、うん、で私も残るみたいなまたうち の、 あのスタイリストのおばちゃんも残る、うん、みんな残るみんな残るって言うてよだからもう結局もう女の人ばっかり 7,8 人なんですよ、うん、まあまあ別にええんちゃうって俺は帰るけどって、うん、ただ女ばっかりで残すのもちょっとなんか物騒やな、うん、大丈夫かっていうのがあってでそこでなんか白羽の親が当たったのがこの小野っていうね、はい、あの映画スタッフなんですけど、はい、これがまあ僕よりちょっと年下ぐらいなんですが、はい、髪の毛が一本もない、はい、まあすごいこう勢力の塊みたいな肌ツヤがもう半端ないんですよ、はいはい、落ちた時のだるまみたいな顔じのやつなんかわかんないですけどそんなやつをまあまあ一応ボディーガードでもないですけど、はい、まあこれじゃあつけといたらええかっていうこと、うん、ほんならなって言ってまあまあスイスで別れた、はいうん、ほんで帰ってきてまあ1週間近くいましたよ、はい、で1週間後ぐらいに帰ってきて、はい、どうやったか、はい、楽しかった、はい、楽しかったんやけどちょっとだけなんか軽い事件があった、うんうん、どないしたんやって言ったら、うん、とにかくそのフランスの行ってる間に行くとこ行くとこですごい見られると、うん、ジロ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 見られる、うんうん、なんでこんな見られるもう、うん、そんなに確かにアジア人は少ない、うん、そういう意味で見られてんのかなって思ってたんです、はいはい、でも行くとこ行くとこあんまり見られる、うん、でその泊まってるホテル特にそのホテルのレストラン朝食べてる時とかは、うん、もうね料理長みたいなのが厨房から見てる
なんだろうこれと、まあまあでも楽しいからええやん、楽しいからええやんってやってたんで、でも最終日もう今日帰るっていう日も、もう料理長がまた見てるからもうさすが気持ち悪いんで、何なんですかってその聞いたんですって、だからまあこれがねすごい誤解やったんですが、その斧っていうのをあの一夫多妻制の国王やと思って斧はすごいと、いっぱい女、いっぱい、しかも趣味がすごいと、趣味範囲が斧が羨ましい、斧はすごい、斧にあやかりたい、斧斧みたいな、斧それはすごい。そら見るわ。まあもしよかったら斧の写真出してくれてもそんなタイプじゃないんですけどね、いやそんなことがありました。じゃあ行きます。はい、これは大輔行くか。はい、去年のお正月の話なんですけど、あのまあおせち食べてて、まあ1月3日ぐらいで、もう飽きてきたんで、じゃあすき焼きしようか言うて、でまあおせちのあまりこっち置いて、まあこう長方形のとこで、ほんでこっちにこうすき焼きやってたんですね。でまあ家族全員でこう囲んで、でやってたんですよ。でなんか食べてたら中盤ぐらいですね、ご飯の中盤ぐらいにお父さんが一番この長方形のここに座ってたんですよ。であのこっちですき焼きやってたからすき焼き取ろうって立ち上がって、でこう糸コン掴んだんですよ。糸コン、はい、で糸コンバーって持ち上げたら、糸コン切ってないやつで、すげえ長いやつやったんですよ。ほんで、いや糸コンめっちゃ長いやん言うたら、うちの息子がゲタゲタ笑って、なんかそんなんで笑うじゃないですか。笑うじゃん。で笑ってて、ほんならあーって言ってて、お父さんこう持ち上げた瞬間ぐらいに親父咳出たんですよ。でってなって、ほんならこの糸コンがそのでちょっと回り出したんですよ、こう。ほう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 。ああ、なんかわかる。糸コン振り子、振り子みたいなんで、ほんでこう回り出してで、ほんでだいぶもう咳止まらなかったんで、糸コンが、糸コンがブワー回り出して、回り出したわ。で息子笑ってたんやけど、そのすき焼きの熱々がかかって熱いとか言うて、お母さんもいやもうあんた飛ぶやんか知る言うて、で結構わー大惨事みたいになって、そやのお父さん咳止まらなかったんですよ。で言ってたらまたもうブワー回ってるから、ほらお母さんが、まだ糸コン話しいな糸コンずっと回ってるから、まあ、でも言うてほんでお父さん糸コン話したら、ちょっとこう何でしょうね、タイミングでお母さんのあの卵の器のとこにベトンって行ったんですよ糸コンがこう行ってでお母さんが、いらんって言うたんですっていう話。いや今のいや面白い、いまいちでしょ、分かってるんです。いや面白い、面白い、面白い、めっちゃ好きです。面白かったです。面白い、すいませんすいません、うん、普通それをこうレックせえへんもん。そこをレックする、すぐ上書きするよ。ダメ出しじゃないですか。そこをレックするところがすごい宮川さんです。すいません、はい、いきます。わあ来た。じゃあジュニアさんが揉めた話なんで、ジュニアさんと一緒にいて揉めた話をちょっと、ジュニアさんと若手10人ぐらいでワンボックスの車を借りて、あの温泉に連れてもらった時の話なんですけど、まあ温泉行く途中に談合坂パーキングエリアっていうところに泊まったんですけど、そこでもうもろもう免許取り立てだろうっていうようなヤンキーの3人組、もう18ぐらいのが、まあジュニアさん助手席座ってたんですけど、もうジュニアじゃないか、うわみたいなのをコンコンコンみたいなのやってるんですよ。でも俺らからしたらこれジュニアさんの外に出したらまずいと、で全員で表出てってこれ話し合いで解決しようと思ってこうやってたんですよね。そしたらドアがバタンって開く音が聞こえて、どつき合いで勝負つけたろかって聞こえて、わでパッて、それジュニアさんの声なんですけど、パッてジュニアさん見たら、ジュニアさんシャドーボクシングしてたんですよ。そんな感じもあるもん。いや本当に怖いですよ。
これはいやそれかっこ悪いっすよ。それはあれですそれミッキーロークの弱いですよ。猫バンジー、猫バンジー弱い。何やってんだよと思って後輩からしたらきついってと思って話してて終わるとこだったんですもん。勝手にどつき合いしようかって出てきてこれ始めちゃう。それは実話かな。実話実話です。何の自信があって言ったんですか。混じりっけないです。なんかこんな声出るみたいなあの感じの、はい、こんな声が出るのんていう、はい、というかまあ何ですかそんな感じで声出るみたいな感じなんですけど、僕の嫁はんがあの、まあ、僕付き合ってた時にスノボー結構好きで、で嫁はんよく行くんですけどで、まあ、僕もスノボーやってたんですが、まあ、こういう仕事してたんでなかなか行けない。でも嫁はんの弟がもう大学時代そういうスノボーのサークル入っててフルフェイスかぶってあのバーってもう変なんですかこんなジャンプしたりとかするぐらい上手でもう一冬にめちゃめちゃ行く弟だったんですよ。その弟たちが行く車に、嫁はんが乗っけてもらって一緒に行ったりとかしててで僕も休み終わったからその乗っけてもらって僕らカップルと弟含めた男3人5人でそのスキーのところに行くというのがあったんですけどであの弟に私乗っけてもらうけどあんたも行くみたいなああほんだらもう行こうかでもちょっとこの世界で、おるとですねこの一般の方とちょっと旅行に行くっていうのはちょっとこう僕ら抵抗あるというか嫁はんの弟の友達ってなったらなんか向こうでなんかいっぱい喋ったりせなあかんのかなとかまあ言うたらおもんないこと言うてきたりとかするのもいなさなあかんのかなとかやっぱり厳しいでもまあ一般の方はそう思わないですけどでもやっぱり嫌じゃないですか大体彼女の友達と会うのも嫌やのにまあでも嫁はんもスノボ行きたい言うてるし、まあ、たまには嫁はん候補とか彼女候補しようかいうことでまああごめんなーって乗っけてもらいますって言ったらほんなら弟とで弟同い年の友達おってもうこの子もスノボ上手なんですけどその先輩と呼ばれる一人がおったんですけどそれ僕と同いなんですけど、まあ、その同じサークル入ってたみたいでほんで「今日すんません」みたいな「お願いします」はーい」みたいなで向こうはちょっとまあ僕全然売れない芸人なんですけど一応俺の姉ちゃんの彼氏は、芸人で「あちょっとだけテレビで見たことある」みたいな雰囲気になってます。でも僕はもうあの芸人と喋るときは結構電源オンにするんですけど一般の方と会うとき電源オフにするんですよ。そんな別にわーってこう喋ることもなくもう走で乗っけてもらってるからもうそーっとおる感じなんですけどほんで嫁はんと僕は一番後ろにおって嫁はんでちょっとこそこそ喋ったりまあ喋らへんかったりほんなら弟が運転して先輩が助手席なんですけどまあ最初その先輩っていうのがどうやらリーダーっぽいんですけどまあ芸人が同じ車乗ってるということで最初ものすごい様子見なんですよ。普段はもうわーわー言うてるんでしょうけども弟は僕と慣れてるから結構振るんですけどおーみたいななんかどうのこうのこうのみたいなそうやなとか言うてるんですけどたまにもう30分に1回ぐらいあれでも小籔さんってあれ吉本ってほんまにあのギャラ安いってほんまなんですかみたいなあそうですね僕ら全然売れてないから本当に安いですねよその事務所とかちょっと僕知らないですけどでまたちゃう話になってでまああの他先輩誰会ったことありますテレビ出てる人とかあまあこんな人とかは会ったことありますけどあこの人はいや会ったことないですねへえとかほんなら芸人やから結構喋ってくるんかなっていう感じでパンパンでジャブくるんですけど僕は全然もう電源多いですからもうスッスぐらい避けて受け答えだけしてあなたと別にそんな面白い話のディスカッションする気はないですよなんでやねんなんでやねんいやそんなねまあ満勤で喋って滑っても嫌やしだからねもう嫌やと僕はもう閉ざしてた何回か30分2回来るけどまだまあ経費になった。そしたら僕が電源オフにしてるし、芸人にもちょっと勝てるんちゃうかと思ってるようなタイプやったんで、だんだん車がそのスキー場に近づくにつれて、だんだん声大きくなってきて、うん、こう、まあ、なんですか、回し出すというか、その車の中をこう回し出すんですよ。弟をいじってみたり、後ろに座ってる連れをなんかふさしてみたり、ほんで、なんかおもろい話みたいなしだして、ほんで、こう、とかで、後ろの、連れに喋ってると見せかけて僕の方チラッと見てみたりとかいやもうそんなん全然思んないぞとか思いながらでそこで何をって言うて僕が面白い話することもなく僕はもう電源切ってたんですよ。送ってますからね。ほんだらもう向こうがまあ
助手席乗ってますけど、もうほんまだんじりの上乗ってるぐらいこう気持ちは向こうだんだんよっしゃ芸人黙らせたと、ね、俺はこの車で支配してるのは芸人ではない俺だみたいな感じでもうこないしてるわけですよ。助手席ですがこうですけど、もうトークはもうこないなってるわけですよ。ほんでめっちゃ大きいこう夜中の3時ぐらいになってもずっとこのままでもうあれ覇者なりみたいな感じでこう喋ってるわけですよ。で僕はまあちょっとうとうととしたんでバッと起きたら続いて、ほんだらあの行きましょうかって、まあ、僕はもうおとなしい感じで、あじゃあお願いしますってバーって言ってたら、であの僕と嫁はんでリフト券をどうするかみたいな、1日券半日券といろいろあるんですけど、どうする もちろん1日券ではあるんですけど8000円、1日滑るのかどうか分からへん工程が、だからどうするって言ったら、もちろん1日券しちゃうみたいなことをそのだんじり野郎が言うわけですよね。あんまこっちで喋ってるだけやの、まあまあ上手やしその3人は、ほんだらまあ俺らもそうしようかって思ったんです。ほんだらまあその僕らが先乗ってわーって上まで行って、もう向こう3人もわーって乗ってくるんです。僕らは下手くそですからシャーッと滑って終わりなんですけど、そこはあのジャンプ台があるようなスノーボードのところで、僕らバーッて下行ったら、ジャンプするところにちょっと人だかりがあって、こう行ってここで止まるんですよ。順番にこうジャンプしていくみたいな、僕らバーッて下から見てたんですよ。あほんだら弟とかもバーッて行って、次弟の番や思ったらフルフェスバーッてかぶってシャーって滑ってくるんですよ。ほんで一回こうジャンプ台下から見てるから一瞬弟消えるんですよ、うん、ガーッと一瞬消えてパッて出てきたらもういきなりぐるって回ってるんですよ、うん、でクラ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 ズダーン言うて、おおすごいな健太と、ほんで嫁はんもさ上手やなって言うて、次その弟の友達の子ですね、バーって あの子やバーッて一瞬消えてファッて言ったらもういきなりボードを掴んでこんな感じで来るんですよ、うん、めっちゃかっこええなやっぱすごいやん。次言うてただんじり先輩の番、だんじりじゃないけどねだんじり野郎の番で、あまあでも上手なんやろなってパッて見てたらファーって言って一瞬消えたんですよ。パッて出てきたら気をつけして空向いてたんですよ。何ですかこう平らにザッて出てきたらボードがこっち向いてて体がまっすぐ上向いた状態、ファッて出てきたんですよ。えっと思ったらそのままダーンしてズザズザー言ってそのまま動かへんようになったんですよ。腰骨やっちゃったんですよ。ほんで生き死なあんだけだんじりで騒いでたんだよ。もう今動かないやんこの人と思って僕も笑けてこうしてる、お前悪いわその時は腰骨やったとは思わないですから、うまいうまい失敗しただけやったから笑って何やねんあれっつって、嫁半も半笑いなんですけど、まあ半分はやっぱあのええやつなんで、いやこれいけるとか言ったら弟たちがバーってボード下ろしてガーって走っていったんですよ。ほんだらもうズザーってなったままそのだんじりやらこのままなんですよ。遠くで見ててええ思って、もう全然立ち上がれへんし、もう気をつけて落ちたまま僕は半に焼け、これでもどうなんねんってこう見てたら、ワン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 言ってそのなんだジェットスキーみたいなやつが来て、もうだんじり野郎乗っけてそのままファーって行ったんですよ。えってこれリフト券1日券もちろん1日券っしょって言ったら、いやいや一本8000円やん俺らよう言うたなこと言われてたんですよ。そんな時はそこどことは分からんやんけ。もちろんそうです。だから本当にえっと思ってこれ一本8000円、めっちゃおもろいねなんやあれ思って僕笑けとったんです。ほんで弟たちがバーって行って、まあ、あの病院まで送っていくわって、ほんで俺らも帰ろうかって、いやええー、もう滑っとっ て, ってまた戻ってくるから、ええー、のって、いやほんまええー、まあ、先輩だけちょっと病院連れて行くからって行ったんです。で僕と嫁はんが、まあ、僕は笑いながらですけど、嫁はんもあんた笑いない言いながらちょっと笑ってたんですけどでも心配やなと、一応やっぱりねこれどうなんやろ、帰ってきてほんだすぐ帰るってことなの。ほんだ今のうち滑ってこかってバー滑ってたら弟たちが来たんですよ。おいそんな帰るかって、いやいやいやもう滑るっつって、えなんでっつって、え先輩はいや車で寝てるって、え何って、腰が捻挫か打撲か骨折かなんかその忘れましたけど結構その立たれへんぐらいになったと。で、まあ病院行ったら治るけどみたいな、えそうやったらもう早く帰ったった方がええんちゃう、さすがに僕も言うたんですけど、ええー、もうみんな来たしもう先輩もええって言ってるからええー、ねんって、ええー、の、いやまあこんなもんやねん俺らはみたいな、あそうなんで、まあ滑ってほんで僕滑ってたら熱なってきたから1枚脱ぐわ、車帰って1枚置きに行くわって嫁はんと言って、ほんなら僕と嫁はんでバーって行こうと思ったんですけど、もうだんじりやろがおるんですよね車の中で、まあ、一応やっぱ終わろうとあかんと絶対終わろうとダメじゃないですか、ここはまあその
別に悪い人じゃないんで、僕も心配してる気持ちは 5% ぐらいやっぱあるから、やっぱり僕は笑ったらあかんと。嫁はんも笑いない、いやそれはそうや、これは絶対笑えへんで、僕その寝てるって言ったから寝てたらあかんし、後ろカチャって開けて、ワンボックスですけどガギーって開けて、ほんでこう漫画みたいなのを読んであったんですよ、うん、でも弟たちが暇やろということでこんだけの雑誌をその置いてあってこう読んであったんです。ガチャって開けたらんってなったから、僕が大丈夫ですかって言うたら、ほんまほんまそーっとした声とか、大丈夫ですかおーって言ってたんですよ大丈夫ですかって言ったらおーもうオカリナをそーっと吹いた時みたいなおーっていう音みたいな声が女子からおーってなもうめっちゃ笑いそうになってそんな声出るわ、なんでそっとすぎるやろ痛いね、響くね、出したら行きすら、それが走馬灯のように振り返ったら行きすらの車で感じやってないねん、それもそれお前やんか、僕が見た感じではもう回して我はもう相当な司会者なりという感じでお前のイメージやろ、もう弟はいじる、連れもいじる、おもろい話して僕の顔見るやってたこととか、もちろん一日検証とか出てきた時にもう空向いてたんとか思い出した、あんなに勢い気もあったのに大丈夫ですかやったおーおーおーやで、そーっとオカリナ吹くな、吹いてね、あんな声出んねや、お前あれは僕、あれから僕スノーボードやめましたあなたなったら嫌やから小籔お前は お前はおもろいけど悪いわ、いやいや嫁はんも笑ってましたから、ちょっとだけ嫁はんもちょっとだけ笑ってました、はい、大輔、はい、ジョーダンズ、はいはい、三松さんの話なんですけど、なんかね、はい、金八先生のモノマネする方ね、はい、ほんで一緒に大井龍馬という舞台を一緒にやってたんですね、ほんで、うん、ある日朝楽屋に行ったら、三松さんやはって、で三松さん今日どっから来られたんですかって、いやサウナから来たと、ほんでようサウナ泊まらはるんですね、でサウナから来たと、ようやれますねそんな、家帰って寝た方が疲れ取れますよみたいな、いや俺いいんだよサウナの方がみたいな、ほんでなんかこう着替える時にいつも見ますサウナでこうパンツ下ろしはったら絶対うんこがついてるんですよもうそれはもう絶対に絶対ついてるんですよ、ほんでギャーったからちょっと衣装着替える前にちょっと一回調べてみてくださいと、一回これで拭いてみてくださいとティッシュ取って渡したんですよ、ほんならお前今お風呂入ってついてるわけないだろう言うて拭き合ったら、うんこいって普通の人が一発目拭いたぐらいの一発目ぐらいついてたんですよ、うわーって言って、あの量ですか俺一発目やんけ許すぎるやろ許すぎるやろって言ったら、あれなんでだろう言わはったんですよ、でなんでだろうやらへんよ、もう一回拭いてみてるから、まあちょっとついてたから汚いからちょっとシャワー入ってきて言うて、でもそんな衣装さん絡んで言うて、そうだなそれもそうだな言うて、でシャワー入ってはるとこちょっと覗いたんですよ、ほんなら下だけ脱いでシャツくわえて、お尻の穴だけこうこうやって歩いてはったんですよ、ほんでうわ来たなと思って気持ち悪い思って閉めて、で帰ってきはったんですよ、ほんでもうシャワー浴びたから大丈夫やってなって、でももう一回だけちょっと一回拭いてみてくださいって言って拭いたらまた一発目だったんですよ、でどういうことや、常に一発目なんや常に一発目なんですよ、でどういうことなんですかって言ったら、いやもう自分が嫌になるよもう自分が嫌になるんですって、まあ嫌なるやろな、本人が一番自分やったら嫌やもん、嫌やわそんな、なんかその次の日とかに聞いたら、もう誰にも言うなよって言って、理由があるんで、なんか普通にこう吹いてたらスパッと4入ったりするあ、そうなの、
なんでだろう。なんかそれぐらいのもんらしいですよ、宮本さん。もうゆるゆるっすね。ゆるゆるいな。日本スポット入ってまう時とかあるんです。スポット入っちゃうんです。スポット入ってね。びっくりする。あれって。筋肉ないねやもう。もうないよ。開きっぱなし。出るわ。もうそれはもう絶対一発。かわいいな。面白いな。面白い。うん。おお。見てるよね。マジで。すごい。いきなり来るか。いきなり来るとは思わなかったですよね。ああ、そうですね。あの結局ね、はい、スケジュールがガラッガラなんですよ。三股又三は。三股又三さん。三股又三さん。いや、このままで本当に僕は、もう前もちょっとちらっと言いましたけど、もっと遊びたい子はいっぱいいるんです。でもみんなやっぱ売れていくんですよ。で、なんかちょっとご飯食べたいとかなって、ちょっと小旅行みたいになったら、もう三股しかいないんですよね。で、僕は本当は不本意なんです。三股とは遊びたくないんですよ。あいつしかいないんですね。でもやっぱり世間的にはあんまり遊んでると思われたくないんです。それは僕のセンスが疑われるから。ね、でまあちょっと前も温泉行ったんですよ。はい、で温泉行ったらなんかおばちゃんに顔さしちゃって、はい、でうわ松本さんってなって、でその横にいたからあれってなって、うわもう嫌やなと思ったら、はい、あ今日はお兄さんと一緒ですかっていう。坊主ですもんね。坊主で。だから僕ももうすかさずあはいって言って、で三又も心得たもんで、はい、ひとしをよろしく。ええやんかええやんかって、まあ、それでよかったんで、ただこの、まあ、こういう話をすること自体はまあ本当にもう結局三股と遊んでるっていうことになっちゃうので、できたら避けたいんですけど、はい、この話だけはちょっとしときたいなっていうのが、はい、シンガポールはなんであかんねんっていうね、はい、話になるんですけど、はいはい、僕年末ぐらいからちょっと家族でお正月とかけてこうシンガポールに行ってたんですよ、はいはいはい、そこでまあなんか嫁のなんか知り合いもなんや来るからって、はい、向こうでじゃあまあなんかワイワイやろうかって言ってシンガポール旅行行きました、はい、シンガポールがね確か時差がね1時間なんですよ、はいはい、でまあまあ日本とそんな変わりへんし、まあええか言うて、はい、で向こうで年明けて、ほんならもうやっぱりこうメールがいっぱいこう来るでしょ、はい、で明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いします、まあその中に三股のメールもあって、はい、今年もよろしくお願いします、シンガポール楽しんでくださいみたいなの来るから、うるさいボケしねえって送ってね、はい、まあまあそれは良かったんですよ、はい、でもう1日2日だから1月の2日ぐらいかな、はい、まあまだシンガポールにいて、でやっぱり夕方ぐらいからみんなでワイワイご飯向こうの人と食べてたんですよ、はい、ほんならこうまあ携帯は持ってますよね、でもマナーモードにしてて、はい、でチュラッと見たらね、なんか数分前に三股から着信が入ってて、で結局それでも伝言も何も入ってないし、その後別にメールも来えへんし、で何やろうってちょっと思うじゃないですか、でちょっとトイレ行った時にちらっと三股に電話したら結局出ないんですね、でね僕ねこれね、それこそその三股と温泉行った時も全く同じことがマネージャーであって、温泉から上がったらマネージャーからこう電話が着信が通風間にあって、で結局伝言も入ってないしメールも来え、三股俺こういうの一番嫌やねんと、旅来てんの知ってるやろと、知ってる状態でここでそれをされたら何やろうと、決していい話じゃないと思うんですよ、いい話ならなんか多分メールやし、なったら伝言にねちょっと簡単なことでも載せてくれるはずやと、なんもない着信のこれはね俺もドキドキするからほんまに嫌やねんって三股に言うたら、ほんとそうですよね、わ、はい、かりますって言ってるあいつがまさに今それをやってるわけじゃないですか、はいはいはい、でもこれは裏を返せばよっぽどなんかあったんちゃう、これシャレにならんことがあったんちゃうかと思って何度も三股にするんやけど、はい、結局出えへん、やっと4時間後か5時間後ぐらいに繋がったんですよ、はいはい、何やってんって言うたら三股が違うんです、そうは言っても生声でおめでとうを言いたくて。はあ。はあ。見事。はあ。お前はあって言って。俺言ったよね。俺それ嫌だって言ったよね。なんかあると思うやん。ね、お前
なんか誰か知り合いでもなんかあったんかなと俺思うやんけって俺言ったやんって言ってすいませんお前さそういうのなあの師匠のたけしさんにお前やってないやろなと言ったんですよ、はい、ほんなそれはやってませんあの師匠にはメールをしときました、はい、あの師匠はオーストラリアに行ってんのを知ってたんでシンガポールはなんでええねんシンガポールはなんでええねん一瞬海外ですからね一瞬海外や俺一瞬思ってあでもねシンガポールとオーストラリアはね、はい、時差が違うかもわからん、はい、思って調べたら、はい、全く一緒シンガポールはなんでええねんシンガポールはなんでええねんでしたありがとうございましたすごい話いやすごいな嫌な話いやあれ出すんですよ。います。おお。来ました、ね。中村君。ちょっと僕の家族の話でして、はい、うち4人家族で、父ちゃん母ちゃん姉ちゃん僕なんですけども、で家族で一家団らんしてる時にあだ名の話になったんですよね。うん、でうちの母ちゃんは八重子って名前なんで。うん八重ちゃんと呼ばれてたと、うん、でうちの父ちゃんはよく小学校時代に鼻水を垂らしてて、うん、ここに跡が残ってるんで線路って呼ばれてたと、うんはい、でじゃあ姉ちゃんはって聞いたら姉ちゃんはないって言ってたんですよ、うん、でも今僕は姉と二人で今住んでまして、うん、で鍵をなくしてしまいまして、うん、で姉の職場にちょっと姉ちゃんにちょっと鍵借りようと思って行ったんですけど、うん、その時に受付の人にすいません中村美智香の弟なんですけどもちょっと姉呼んできてもらっていいですか、うん、って言ったらその受付の人が、うん、あ分かりましたーって誰かラリアットさん呼んできて。当たんな。なんでこんなことしたんですか。うちの姉ちゃんプロレス技で呼ばれてたんですよ。女性やもんね。そうやっぱ。女性ですね。やったな。ラリアットなんだ。なんかなんかわかんないですけど。男性に似てるとかそういう問題でもない。まあ多分結構太ってるんで、まあそうかもしれないですけど、それにしては最悪なあだ名だな。性別ね。ハンセンに似てたらハンセンやもんね。面白いな。その話いきます。はい。わ緊張する。ああ、どうしました。これボルネオ島って言って、すごいジャングルがあるところにロケ行った話なんですけど、もうすごいんです野生動物が、もう本当に野生のまま。オラウータンやらトカゲも日本ではもう見たことないような凶暴なトカゲとかいてて、そこもやっぱり虫がすごいんですよ。でこっちのスタッフの AD が虫よけリングっていう、手にはめたらこれ虫よけになるんでっていうのを全員にこう配ったんです。手首にはめて、それでもこうそのディレクターの人がちょっと来いってその AD の子呼んで、はい、てめえ今虫よけリングに虫が止まったじゃねえかっていう、うん、ぐらい日本での虫よけではもうレベルが違う虫、根性ある虫、根性ある虫がその上に本当に止まるような見たことない虫がおるところで、でそこは虫もすごいし、まあ、動物もすごいんですけど、昼が山の昼がすごいんです。で あの昼ってやっぱり痛かったら痛って気づいて血吸う前に取られてしまうから、うん、痛みもなく大量の血を吸うんです、うん、で僕がこう一応シャツで、うん、白いシャツでこうジャングルでこのゾウに会いに行くっていうまで、うん、こうカメラさんも別に構えないでこうそこまで歩いてたんです、うん、ほんでパッと見たらここにこれぐらいの血だまりができてて、昼って知らなかったから俺の枝かなんか刺さったって言って、うわー大変ですって言ったら、どうしましたって、これ見てくださいって、痛みはないんです確かに。でもそのテンション上がって痛みないんじゃないかなって思ってたんですけど、あそれ昼ですわってカメラさんが言うたんですよ。あマジっすかって開けたら一匹昼がくっついて、そっから血が漏れてダーなってるんですよ。それ怖いじゃないですか。だからここ背中めくって、ちょっと背中にもついてないか見てくださいって言ったら、そのカメラさんがうわ3匹ついてますよって言われたから、ええー、ほんまですかって、撮って撮って撮って言ったら、カメラさんがはい言うて昼撮りよったんですよ。カメラさんそんな分かるやん。
プロ根性っていうか、まあカメラさんからしたら撮ってはいやでも TPO があるじゃんその時に芸人さんやから番組でないでしょワイプで昼入る番組なんだ相当酔ったんでしょうね何で酔ったんや思ってプロ根性ですいな怖いなでもそれは怖い行きます、はい、ああガクちゃん、はい、ですね僕あのおぎやはぎの小木さんと、はいはい、ジムに行くことがたまにありまして、はいはい、で、まあ、ある時行ったんですよねでまあジムにいざ中入っちゃったらそれぞれが好きなもうマシンをね、うん、それぞれやるっていう感じ で僕は腹筋のやつをこうなんかやってたんですよね、うん、で、まあ、目つぶつくってやってたんですよそしたら前の方からおばちゃんの2人ぐらいの会話が聞こえてきて、うんうんうん、あテレビで見たことある人じゃないとああって鍛えてんのねみたいなのが聞こえてきたんですよあどうだろうと思ってバッと僕目開けたらまあその視線は僕じゃなかったです、うんうん、さすが小木さんだなと思って、うん、まあその おばあさんの視線の方を見たんですよそしたら岡本信人さんがクーッえ岡本信人さんそんなバリバリに鍛えてるんですかめちゃめちゃ軽い、まあ、T シャツ越ししか分かんなかったんですけどいい体してて、岡本信人さんと一緒なんだっていうのと結構いい体だいろいろキャラ的にはねちょっと気の弱いようなそうなんびっくりした有事に備えてるんですかね何があるんですかねさすがどうしましょうこれじゃあ僕軽く一回しまっていいですかお願いしますいやまあ、軽いやつなんですけど前に通ってたジムに、ねはいはい、よく会うおっさんがいて、はいまあ、高重量を上げるタイプのおっさんなんですけど、なんか重いの上げる時にいや分かるんですよやっぱり筋トレは本当にしんどいじゃないですか。で、高重量上げるおっさんで、ね、いつもね、テス。で、こう寝る時に、あ、テス。わあ、まあこの人のこのね、カッとこの力入れる時の圧力がもうテス。テスっていうんですよ。今あんまりダメなんですけどね、ジムで大きい声出したら。ちょっと数年前なんで、はい、テス。ですってああ強いなこの人って思ってたんですよ、はい、である時シャワールームで一緒になった時にトリートメントする時も「テス!」って言ってたこういう人なんですよ力コースをね裏もないですテス、テス、テス、動作すべて迷惑やなさあもう一度いきまーす、はい、空気ですからねこれ、おはいおっちゃん僕はこの前、まあ、ロケでとあるロケで、ボルネオ島っていうとこ行ってきたんですよ、まあ、マレーシアとかインドネシアあるうちのマレーシア領の方でみんなスキューバに行ったりするんですけどボルネオ島はジャングルの山手の方なんですよでも山奥のジャングルで本当に日本人なんか誰も来ないっていうようなとこでで泊まるホテルがもうジャングルの中にボンとあるようなとこでもうその辺に猿は出るわなんか野豚は出るわでも野生動物の中にお邪魔してるような泊まるとこあったんですよで1週間ぐらい行ってましてでパッと言ったらベランダみたいなところに露天風呂がついてるんです部屋にまあタレントだからスタッフさんよりいい部屋用意してもらっててでまあ野生動物の鳴き声が聞こえて真っ暗なんですけどまあ一回は入りたいなって思ってたんですけどなかなかロケが忙しくて入れなかったんですで最終日結構早く終わったんでこの露天風呂入ろうって思って真っ裸になって入ったんですよ言うためて隣にもその同じようなタイプの部屋があって西洋の白人の方がおっちゃんとかもおじいちゃんぐらいの人が入ってたんですよ、うんうんうん、でその人は海水パンツを履いてたんですで僕がフリチンで入った時に、うん、うわわわわみたいな顔をしたんですよ、うんうんうん、ほんで俺は海外やからこれなんか法律とか知らないしえらいことやって思ったらその外人の白人のおっちゃんがバッと部屋に戻りあったんですよ、うん、でこれはなんかフロントの人とかに連絡されたらこれ怒られるんちゃうかって思って慌てて僕も部屋に戻ってでも海水パンツがないんで履いてたトランクスを履いてもう戻ったんですよほんでこう入ってたら今度はその白人のおっちゃんがフリチンで出てきたんですよHa ha ha!
まあアジアっていうことあってお互いこうどっちが先輩はい向こうの人向こうの人でああこういうルールだって思ってなるほどね、はい、どっちも正解しどっちも不正解だからまま入れ替わったままなんか気まずい感じで、はい、なんかいい話ですよねじゃあ行きます。何話そうかな。ここへ来て。この間ジャニー僕はこの話したことないんですけども、ジャニーさんうちの社長の誕生日会っていうのを滝沢くんかなんかが仕切りでやったのかな。で中居くんもいかがですかって別にいいけどどんなメンバー組んだ。上はマッチさん、東くん、岡本くんで次は僕ぐらいだったと下はセクシーゾーンまで全員来ると。中居がテレビ初披露ジャニーさんの誕生日か。ここからの放送は花王三菱電機とご覧のスポンサーの提供でお送りします。何話そうかな。ここへ来て、この間ジャニー僕はこの話したことないんですけども、ジャニーさんうちの社長の誕生日会っていうのを滝沢くんかなんかが仕切りでやったのかな。で中居くんもいかがですかって別にいいけどどんなメンバー組んだ。上はマッチさん、東くん、岡本くんで次は僕ぐらいだったと下はセクシーゾーンまで全員来ると。ほんで行ったんですよ、うん、で行ってまあまあほんでジャニーさんがいて、ああどうもまず後輩がわーって来て、もう大丈夫ちょっとまず先輩からっつってジャニーさんがいて、ジャニーさんいて、マッチさんいて、東くんがいて、岡本くんがいてっつって、で僕は岡本くんって男元男、はい、で僕は挨拶してどうもお願いします。でジャニーさんでおめでとうございます、マッチさんどうもおめでとうございます、東ここですで後輩たちもでバッて座って、でテーブルがあって、そこにね60、70人ぐらいいたのかな。でジャニーズジュニアなのか、うん、それからもうデブセクシーゾーンの下でもデビューしてるんだけども、まあ僕は無知なところであんま顔も分かんなくて、で誰なのかなと思いながら、でもここはジャニーさんがいて、両脇に東くんがいて、マッチさんがいて、岡本くんがいて、でその端にちょっとねやっぱジュニアっぽい子がいたんですよ。でこいつがなんでそこに座ってんのかと、そっち側で、でも、まあ、これから出る人間なのか、新人なのか分かんないけど、でも、まあ、ジャニーズジュニアなのか、もうデビューしてる子なのか、でもそこにも、まあ、ジュニアっていうか分かんない子がいたりして、まあいいか、でもそっち側に座るのはおかしいんじゃねえかなと思って、でも、マシさんいるし、東君、ジャニーさんいるから、僕は怒るわけにはいかないし、こういうのは下が誰かが直接の直の先輩が言わなきゃいけないんじゃないかと思いながら、ほんで、なんかっつって雑談なんかしながら、ちょっと、じゃあみんなちょっと席変えようかみたいな。で隣に太一がいて、お前さ、俺分かんないけど、あいつ誰だと、太一、国分太一、直の方がだ、あいつ誰だと、お前が、俺が言ったらちょっと分かんないから、トゲがあるから、ちょっとお前、じゃあお前も言ってもじゃあ上の方だよなって、誰かいないのか、あそこの隣で、ほら、今飯食ってるぞになって、俺ですよ、こっち側だと。なんであっち側にいるんだっつって、うん、で俺に挨拶もしてないと、なんだあいつさって誰なんだっつって、俺は腹立つなっつってやめてくださいよっつったら、マイツさんが来て、お前どうしたんだよ中井って、イライラしてんだこんなところで、うん、いやいや僕はそんなことないんですけども、うん、お前さこういうブレーコーなんだからさ、ガチャガチャすんじゃねえよ、ジャニーの誕生日なんだからよっつってすいませんっつって、何があったんだ、いや別に全然いいんですけども、うん、あそこの一番端のなんかガーキン僕分かんないんで挨拶もしないですし、なんであっち側に座んのかな、誰かやらなきゃいけないんじゃないのかなと思ってたんですよ。俺の息子。気まずやば本当に分かんなくて、俺の息子すいませんっつって、でマチさんが、おいっつって、仲いいって、挨拶したかっつって、してないっつって、あ、挨拶まだでしたね、あの中井と申しますとこうって、そうだ、ちっちゃい、この人ずっと僕の顔怖い顔で見てた、嫌やな本当に地面地面につけたわかる、一応多少見たわかるやろ顔が、でもジュニアが、いや
や、ジュニアもいたりだとか、ブレイクだからいいんだけども、まさか町田の子供いると思わないでしょ。小学校4年生ぐらいなのかなって。ずっとこの人怖い顔で作られてるやん。困っちゃう、困っちゃう、困っちゃう、困っちゃう。小石田純一みたいな。さあ、お時間の方が、はい、ハンバーグ師匠が、僕まだ喋ってる師匠がそうなんですよ。初登場だよね。初登場です。焼き上がらず。全然焼き上がらず。ちょっとね、だいぶこねては来たんですよ。これ誰ですか。やっぱ喋った人の方がお金とかもらえる、あ、ギャラみたいなのあるってことですか。いや、そういうことはない。関係ない。関係ない。一言も喋れないでお金もらうこともある。ちょっと待ってください。別に俺があえて喋ってないわけじゃないです。喋ってオンエアされないでもらうこともあるの。僕はまだ喋るつもりでいます。まだまだ喋るつもり。出たらそれ。星出たら行くと思ってますけど。星出たら俺行かせろよ。いや、どういう気も一言も喋らせない。本当だよ。はい。まあまあそうですね。はい、はい、じゃあもう島マネージャーのお話なんですけども、はあはあ、僕の3つ前の、うん、まあマネージャーさんで多分吉本切ってのまあおっちょこちょいというかおっとり屋さんなんですけども、島君ね、まあ例えば、まあ、その島マネージャーのエピソードとして、はい、エレベーターにこう一緒にね乗る機会があったんですけども、ちゃんと僕がまあ仕事終わったらエレベーターの前にね先に行って開けて待っててくれるんですよ。でありがとう気が利くなぁなんて思って奥に入って、まあ、携帯じってポンって開いたら同じ階だったとか、パネルの前にで普通に廊下歩いててフリスクがボロボロボロってこぼれたからなんだろうと思ってパッて見たらマスクのままフリスクを口に投げてまあそんな島マネージャーがまあ楽屋でですね、島明日って何時入りだっけって言った時に、ですね明日はいやいや島お前の左手に握られてるシステム手帳を開ければスケジュール帳入ってるだろうと、はい、それをこうパッと見せればいいじゃないですか。ああすいませんすいません。ものの15分後ぐらいですよ、うちの脇田さんがですね、島来週の沖縄って何曜日だっけって言ったら、そうですね確かいやいや島さっき言ったとシステム手帳も持ってない開けたすいませんぼーっとしましてっていう島マネージャーと帰りタクシー一緒に乗った時に、あそういえば島お前彼女いんのって聞こうと思ったら、その彼女いるかいないかぐらいのタイミングで写メパッて広げてこう見せてきたんですよ。早っ早っ、そこだけ早っ。ほんでいらん情報の F カップの女子大生なんです。僕は初めて関東人で知らんがなって言いました。出た知らんがな、関西人じゃないですよ。ほんと 0.5 秒ぐらいで見せましたね。カッていけました。そこだけは待ち受け画面にしてたんですけど、そういうお話なんですけど、しかも待ち受けにしてるんでしょ。待ち受けにしてるとか女子大生の F カップというね。あなるほどなるほど、島君の話はようねいっぱいありますからね。ね、いやいやもういいんじゃないですか。大丈夫ですか。全然いいです。全然いいじゃないですか。いきますよ。島の話あったな。いきますよ。えあ、ええ、あのこういう時って間に挟むもんじゃないですもんね。あ僕も島出て挟むもんじゃないですもんね。いやいいんだけども取っといた方がいい。そうですよ、ね。まあ次の年で。あなた何回連続とかあるかも。サイコロ当たってないのに喋りたい方なんです。そうなんです。もうどんどん僕目出てほしい。はあ。出るんじゃないでしょうか。いきますよ。こちら。ああ出ました。すごい。そうです。これちょっとね、まあ、本人がいないところで言うのはちょっと心苦しいんですけど、まあ、時効ということで、もう数年も前の話なんで、はい、キャラ兄弟ジュニアさんがですね、東京で活躍されてからもう大阪ってそんなに言うほど来なくなったということで、大阪で仕事来た時にたまたま僕と一緒やったんですよね、はい、で、だいぶ空き時間が空いちゃう仕事やったんですよ、うんうん、そんな時にジュニアさんが、おう小葉ちょっと例のとこ連れて行けやと、うん、紹介してくれや、うん、この例のとこっていうのは僕がジュニアさんに結構東京に行って会うたびに話してた大阪にあるですね、うん、あのとてつもなく美しい女性の方が優しくいじめてくれるっていうお店が、うん、あそこですね。優しくなおかつ徹底的にいじめてくれるというお店が、それあまりにも僕が東京行った時にこういう店があるんですよって語りすぎたからやっぱちょっと興味あったんでしょうね、うんはい、それで行けやと、うん、分かりましたと、うん、行きましょうジュニアさん、うん、
ということで2人でその店訪ねたんですよね、こそこそ、うん、わりかし大きい2人がこそこそ入っていったんですよ、ね、でまあ僕もジュニアさんもあじゃあこの方にいじめてもらいますという使命をしてね、それぞれプレイルームへ連れて行かれる時に、はい、あじゃあ終わったら、斜め向かいにあるコンビニでちょっと集合しましょうとジュニアさんって、うん、おー分かった OK っていうことね、でまあプレイ済ましたわけですよ、うん、で僕は先にコンビニへまあ本当にまあ1分ぐらいの差なんですけどついて待ってて、うんはい、雑誌でもちょっと読みながら、うん、でそこにジュニアさんがバーッと戻ってきたんですよ、うん、でジュニアさんどうでしたかって聞いたら、いやあまあなあまあ分かんねんけどな、まあでもなんかっていう態度で、 あんまり楽しくなかったですかって聞いたら、いやまあなんかマニュアルを感じたというか、あこいつら仕事やからもうこうなったらこういうっていうのが決まってんやろな、先が、読めるじゃないけど、それを感じてしまってちょっと俺はないかなって言い張った、ただこの俺にこう言うてる時点ではジュニアさんはその店の構造がですね、結構壁薄めで横の声聞こえるちの知らないんですよね、なるほど、はい、実は僕横の部屋でしてジュニアさんはいはいはい、その時僕に聞こえてきてた音声は、何する何する何するそうするっていう声が丸聞こえ前回で楽しんでた声が前回で楽しんでた上に大きく裏切られてそうするって言っていたジュニアさんの声が実は丸木声だったという、すいませんジュニアさん言っちゃいました、何するん何するんそうする驚きに満ち溢れていたというね、意外性あった、意外性あった、どう思っててどうされたんですかという、はい、じゃあ行きましょうか、はい、行きましょうか、じゃあ行きましょう、こちら、Remnants of a shattered dream, a symphony of silent screams. In the depths of my hollow heart, echoes of pain, a work of art. I search for solace in the night, but darkness only amplifies the fight.A constant battle, a never-ending war against the shadows that I can't ignore. Oh, the echoes of pain, a haunting melody driving me insane. A tapestry of sorrow woven tight, forever etched in the darkest night.I stumble through the shattered glass, lost in the labyrinth of the past. Memories haunt me like ghosts in the night, burning bridges, consumed